うん、まあでも美味しいね、普通に美味しい。この赤い、赤と白のこのちくわ的な、ちくわじゃない、なんだっけこれ、はんぺんって、はんぺんじゃない、なんだっけ、かまぼこ的なのもあるんだ。うん、まあ美味しいね。うん、うん、うまい。うん、あ、そうだ、明日はいちご配信しようか。明日はねちょっと今日いちご農園がね休みだったんで、まあ言うても買って食うだけなんだけどね。今が一番美味しい季節らしいからな。1月半ばぐらいが多分一番のはずなんで、ちょうどもう時期的にほんとジャストミートにですね。完食しました。あ、風船どうも。いや、食った食った片付けてくるか、ちょっとの。うん、まあ美味しかった普通に。あとあの中トロホルも美味しそうだよな。後でやろう。ツンとみかんですよね。あと2個しかない、これ入れてまた買ってこないと。てかさ、俺ん家の近くのさセブンにガツンとみかん売ってたんだけど、前からあったのか知らないけど、あのね、アイスコーナーがあって、そことは別になんか違うとこにそのアイスコーナーみたいなのもあったんだよ。冷凍食品みたいな、なんか氷とかあるようなとこ、そこにガツンとみかん今日行ったらあったんだけど、めちゃめちゃ近いセブンにあった、セブンにあったわ。アイスコーナーがあんだよ、そこ全部見たらなかったの。でもそことはまた別にアイスコーナーみたいにちっちゃくあるんだよ。そこ見たらあった、あの箱入りのやつ。うん。だってアイスコーナー一つだけだと思ったもん。なんか普通にこうやって取るやつよ、なんかこう扉もないやつ。そこ見たらなくて、そしたらこう扉こう開くタイプの、なんかそこにほら、なんていうの、イメージ的になんかこうアクエリアスとかのなんかこう凍ったやつがこう入ってるとこにあるようなとこに、こうパッて開けるとこにガツンとミカの箱のがあった。あ、ゆらくちさん、ふわくまさん、ごかれさセブンは箱は別、そうなのかな、それ知らんかったわ。普通にあったっていうね。今日このえなこの、えなこのこのこれをなんか買ってた時に気づいた。見てこれ、えなこのビッグフロック付きだって、両面ビッグポスター。買っちゃったよ。普段こんなチャンピオンだからなんか見ないのに、えなこが表紙だから買っちゃったよ。普段この雑誌全く見ないの。あ、島田さん、ありがとうございます。
全く見ないからね普段これ。バキ乗ってるバキとか普段見ないもん。浦安鉄筋家族ってまだって、鉄筋家族ってあれだっけ、浦安ってチャンピオンとかだっけ。浦安はねちょくちょく単行本で見てたけど、そんな毎あの全部は見てないけど、たまに見てたけど単行本で。そうそう配信終わるかこれ食い終わったら。もう疲れた、もう疲れたからな。寝る、いや寝はしないかな、寝はしないと思うけど。どうよってだってもう話すことなくなるともうぐだるから、もうただでさえドライブ配信とかぐだってるのに、ただでさえぐだってるのに、雇用統計あるや、別に FX はやんないけど。ツントミカうめ。ガツントミカうまいな。あー匿名の渡辺、お前がお前がお前がアラブの席を置いたぜ、ビルゲイツソフトバンクサンバ選手です。うん、よし、ゲーム配信、ゲーム配信やりたいけどね、ストリートファイターとかやりたいんだけどね、キャプチャーの仕方が分かんないっていう。一番新しいストリートファイターやりたいけどね、新しいって言ってももう結構前だと思うんだけど、たまに見てるんだよね、持ってないんだけど、梅原とかがさ YouTube で対戦してるやつとか見てんね、たまに。あ、メガホンどうも。あれほら前もなんかやるやるって結局やってないんだけど、てかあのキャプチャーの仕方わからんし、接続の仕方とか、まあ調べろって話なんだけど。リスナーとも対戦できるからさ、あのネット対戦とかできるでしょ、あのストリートファイター今5?5? わかんないわ。4かな ?5 かな。リスナーとかとも対戦できるから、ネット対戦ね。まあ、ふわっちだとね、ゲーム配信ってウケないけどさ、ゲーム好きな人がいないからね、ふわっちは。
これ昔からよく言ってるけど、あの他のさ、ふわっちはニコ生とかツイキャスとかからあの無理やりあのリスナーを引っ張ってきたようなサイトだから、ふわっちニコ生で人呼んでた人が、あ、じゃあふわっちじゃねえ、ニコ生とかツイキャスで人呼んでた人が無理やりそのツイキャスとかニコ生のリスナーをふわっちにあの連れてきたようなサイトだからさ。そうで、それで、まあ、大手と呼ばれるようなニコ生とツイキャス のゲーム配信者が一人も来てないんですよ。つまりはどういうことかっていうと、ゲーム好きのリスナーがいないってことなの、うん、ゲーム好きのニコ生で大手って呼ばれるようなツイキャスとかで大手って呼ばれる人が何人か来てれば、つまりはそのゲーム好きの人が、ゲーム好きのリスナーがふわっちにはそれなりにいるはずなんですよ、うん、でもそういう人一人も来てないじゃん、ゲーム配信で大手って呼ばれる人がね。だからゲーム好きな人ってね、ふわっちで全然いない。だからゲーム配信はかそるんだよ。ふわっちでゲーム配信だとみんなかそるでしょ、うん、だからふわっちってね、ゲーム配信向いてないんだよ。ゲーム好きなリスナーがほとんどいないから、だってゲーム配信って結構人気なコンテンツだからね。ニコ生とかさ、YouTube とかでゲーム配信でさ、めちゃめちゃ大手になってる人いるからね。うん。それが YouTube とかえぐいよ、本当に。ニコ生でも結構人呼ぶ人いるし、YouTube なんてだってゲーム配信だけでチャンネル登録者300万人とか、ゲームやってるだけで100万人とか集める人だっているし、100万再生とか行く人いるし、余裕でいるからね。ゲーム、ほぼゲームメインでやってる人でも。ゲーム配信っていうジャンルは結構ね、人気なジャンルなんだけど、でもふわっちはゲーム好きな人がいないんだよ、うん、まあ、さっき言った理由でね。あ、つむわさん、ふうさん、どうもよし、じゃあそうそう終わるか。じゃあ皆さんありがとうございました、今日はね。はい、今日はありがとうございました。じゃあよろしければね、あのふわっちアカウント登録、通知登録、ツイッターフォローとかお願いします。はい。まあまた適当に配信しますんで、お疲れ様でした。はい。明日いつ頃やる？まあ1号、まあそうだね。まあわかんない。まあ昼前ぐらいじゃない？多分19時から12時ぐらいの間にはやると思う。朝の9時から昼の12時ぐらいの間のどこかでやると思います。はい、お疲れちゃん、どうも。ということでお疲れ様でした。ツイッターフォローとかもお願いします。まあツイキャスとかね、ニコ生をやっていこうと思ってるんで、まあ基本てかそっちメインにしようと思ってるんで、ツイッターフォローしておいてもらえばね、ニコ生とかツイキャス の, あのフォローも、あの通知、配信通知毎回出してるんで、ツイッターフォロー一番お願いしたい。ということでお疲れ様でした。はい。おつおつ、監禁はどうなったって、どういうこと？監禁って何のことか分かんない。ということで、お疲れ様でした。お疲れ様です。おつおつ。